皆さんおはようございます。3月16日、救世軍横浜招待蒼天祈祷会を始めたいと思います。今日も聖書の言葉を読み、賛美し、祈りたいと思います。このひとときが皆さんお一人お一人にとって神様との豊かな交わりの時でありますように、心を込めてこの祈りの時を持ちたいと思います。それでは賛美しましょう。救いの主に栄えあれ。救いの主に栄えあれ。御業はなりぬ主を褒めよ。信もて進め、主の約束はより大いなる主の業ぞ。聖書イザヤ書43章19節、見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを知らないのか。私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。神様のために新しいことを計画することは勇気がいります。もし失敗したらどうなるのだろうかと、そういう誘惑が私たちの心に襲ってきます。しかし今日の聖書箇所を見ますと、神様は私が新しいことを行う、神様がこの時代に必要な新しい働きを始めると言われるわけです。私たちはもっともっと神様に祈りたいと思います。今神様が計画しておられる新しい技を行わせてください。私たちが祈り始めるときに、神様は新しい技を始めてくださる。私たちが信じている神は
ちっぽけなお方ではありません。今日の聖書箇所を見てみましょう。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。不可能と思える荒野、そこに神様は道を敷くと言われる。絶対そこには水がない、どうしようもないというところ、砂漠に大河を流れさせると言われる。もっともっと私たちは神様に聞きたいと思います。神様がこの時代に計画しておられる新しいことを、私たち神を信じる者を通して行ってくださいと、しっかりと祈りたいと思います。神様、今私たちクリスチャンを用いてくださり、人間的には不可能と思える現実を可能にしてくださる。砂漠に大河を流れさせることのできる神が今私たちのうちに働いてくださるわけでございます。そして私たちはこの大いなる神に祈ることのできる特権をいただいております。この神にしっかりと祈りたいと思います。祈りの課題、神の力によって新しいことを始めることができますように。新しいことを行う神による癒しと平安が与えられますように。横須賀分隊で神の導きによる新しいことが始められますように。日本の救世軍が今の時代に必要な新しい働きを始めることができますように。神は私たちを通して圧倒的な技を行いたいと思っておられます。新しい技を行いたいと願っておられます。そのことを考えるときに、神様にどうぞ私を通し、救世軍を通し、教会を通し、神様の新しい技が行われますように、神様どうぞその新しい技を教えてください、始めてくださいと祈りたいと思います。また今皆さんが抱えておられる祈りの課題の中に、今までは考えることのできないような神様の新しい技が行われ、その一つ一つの問題が解決されていきますように、私たちはしばらく祈りたいと思います。皆さんお一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。アーメン。